はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、メルセデスベンツの G550 です。今日はね、エクシブコーポレーションさんに来てます。すいません、失礼します。こんにちは。すごいですね、これベンツ。G クラスがいっぱい、ほら、いっぱいあります。試乗もさせていただけると、はい、そうです。いうことで、ぜひ、竹さんに乗っていただきたいなということで、はいはい。ありがとうございます。さっきもね、ちょっとお客さんがいっぱい来ててびっくりしました。もうすごい繁盛してるんだなと、いうことで、早速外装の方見ていきましょう。メルセデスベンツ G550、ゲレンデということで2011年モデルになるんですね。で、価格は今668万ということで、はい、これ走行距離いくらぐらいでしたっけ。3万6000キロ台です。あ、3万6000キロ。あ、年式の割にはそんなに走ってないんですね。そうですね、1年間3000キロずつぐらいですかね。はい、だいぶこれあれですよね、はい、パッと見なんか最近の、モデルチェンジしましたよね、2018年にね。そうです、そうです。W464 型っていうやつに変わったんですけど、はい、463っていうモデルで、あ、463、これが28年ぐらいずっと続いたんですけど、1990年から、はいはい、でそれが大幅に変わってっていうので、その顔が結構かっこいい、はい、なと思うので変えちゃいました。これはもう新しい顔ってことなんですね。そうですね、顔はね、新しい顔で、ちょっと古いやつが、はい、古いというか1個前が、あ、そっか、パッと見変わらへんけど、え、あ、結構、あ、でもそっか、ライトとかが違うんやな。ライトここ違う、はいはい、もなくなってますし、ああ、下もないんやね。そうなんですよ、ゲレンデってね、そんな形が変わらないんでパッと見分からなかったんですけど、ちょっとシンプルになったかな。そうですね、現代チックになりましたね。ボンネットも変わってます、はい、あ、ボンネットも変わってるんですか。ちょっと丸みを帯びてますね。こっちが変わってないんですけど、こっちカクカクしてる。ほんまや、カクカクしてる、はい、この差は分からへんかった。現行のボンネットが、あ、そういうのがこうつけることはできるんですね。そうですね、カスタム多数200万以上ということで、はい、いや、約200万ぐらいのカスタムがついてると。これミラー変わってんの。そうです、これは本来こうなんで、あ、ちょっと2つに分かれてるんやね。で、これは流れるウィンカーなんです。あ、ピュッピュッと流星ウィンカーに。流星なんです。あ、今時 G が光るようになってます。あ、これ光るんですね、はい、ちょっと後でやってみよう。あ、ほんまや、こっちついてないわ。そうです、フェンダーも違うんですよね、形が。へえ、ほんまや、ちょっと、あ、ここだけで5センチぐらい大きいかな。 そっか、現行モデルって大きくなっちゃいましたもんね。そっか、テールこんなんやったっけ。あ、これが従来型で、あ、これ社外品。これも流れるんです。でもまあこれが基本なんですね。 G クラスの純正品がついてるってことですね。2011年にしてはすごい、こういうゴムのとことかね、全然そんなにちょっと白っぽくなってるかなっていうぐらいで、ひょっとして前のオーナーさんどっかいい車庫に置いてたんじゃないですか、屋根付きの。そうですね、関東の方で。ああ、いいところの。なるほど、お金持ちさんのお家からやってきたのね。そうですね、ゲレンデはお金持ちさんです。そう、こういうところが全然錆びてないもんな。そうですね、ね、よくこういうとこ水が溜まったりするんでね、よく錆びちゃったりするんですけど、綺麗綺麗。まあ、こっち側はもう特に傷はないって感じですよね。そうですね、傷へこみはないです、ね、はい。すごい高いの、これ。若干これ車高下げてるんですけど。あ、これで車高下げてんの。そうです、前行っていただくと分かるんですけど、でもここでもちょっとフェンダーの高さで、あ、ほんまや、ちょっと低くしてるんですよ。あ、ちょっと違う。なるほど、ちょっとだけやっぱ車高下がってるな。これでもあれですよね、2メーターぐらいあるんじゃないですかね。そうですね、本来197あるんです。はいはい、多分193ぐらい。193ですね。やっぱこのゲレンデっていうとね、クロスカントリーラダーフレームでしたっけ、はい、普通のね乗用車と違うんですよね。普通の乗用車はモノコックと言いまして、ボディにエンジンとかなんやかんやくっついちゃってるんですが、このラダーフレームのこの G クラスはフレームの上に、ボディが乗っかってるということで、すごいね頑丈なんですよね。あ、でもこっちはこっちですごいカスタムしてますね。これも社外品ですけど、変えたりして現行チックにはしてます。ああ、なるほど。好み分かれると思うんですけどね、グリルが縦にパナメリカーナグリルっていうんですけど、はい、縦になってちょっと嫌っていう人もやっぱり引いてる。そっか、普通はああいうやつ。そうですね、3本線が入った、AMG は2本ですけど、こっちの昔ながらの方が好きですよっていう方もいらっしゃいますね。
こうやって見比べるといろいろやっぱ微妙にデザインって違うんですね。え、これってでも新車で1000万普通に超えちゃうよね。だいたい1500-600万。まあでもこの辺の車ってやっぱ中古でも結構高く買い取ってくれそうな感じですかね。ゲレンデは人気がやっぱ国内でも高いですし、はい、海外のやっぱ左ハンドルっていうのも四駆っていうので海外需要もすごくあるので値段が結構落ちにくい。そうやもんね。だってデザインが変わらへんからな。そうです、そうです。ポルシェみたいな感じですよね。ポルシェの911もね、古いの人気ありますもんね。そうですね、むしろ値段上がっちゃってますもんね。ちなみにあの右ハンドルってあるんですか？ディーゼルは右ハンドルはあるんですけど、はい、550の右はほぼないです。じゃあうんちくを教えてもらったところで内装の方見てみましょう。ではわ、これね、ちょっとこう押さえながらポッチっていうやつですね。わ、すごい、こんななんかね、鉄の扉みたいな感じ。すごい、すごい頑丈そう。この音。金庫です。なんかすごい金庫やね。金庫の音じゃ今の。そうです。頑丈です。頑丈や。これ横からぶつかっても大丈夫な感じかな。本当です。うわぁ、こんな感じか。はい、あ、まあ、確かにちょっと内装というか、昔のちょっとベンツ感は。そうですね。ねえ、やっぱ否めない感じかな。あ、でもやっぱこういうのが特徴的ですよね。フルタイム四駆やとちょっと燃費がえらいことになりそうだな。そうですね。うわぁ。あ、そうそう、こんなんやった。こんなんやった。ちょっと前のね、ベンツね。これ2011年にしては、ボタンとかもすごい、なんか、あの、そうそう、こういうところなんかあの、色褪せたりね、するんですよ、大体。こういう特に紫外線が当たったりしてね。全然前のオーナーさんこれね、綺麗に乗ってはったんですね。ほら、全然綺麗、こういうとことか。後部座席。おぉ、参議院。そっか、そんなに座席自体は、ね、広いとは言えないんかな。まあ、普通には乗れるけど、ね、これ上ひょっとして開くやつ？開きます。これです、鍵です。え、これを、でも、あ、普通にこんなんなんやな。はい。すげえ、ずぶとい音。はい。これって V8 ですよね。そうです、V8。V8。V8 の 5.5?5.5 になるんですか、これ。はい、これ、相当燃費悪そうですよね。って思うんですけど、思いのほかリッター5とか6ぐらい。ああ、まあ、まあまあ、またこれいろんなとこ開けちゃうパターン。ああ、何やろ、これ何が入るんやろ、このスペース。そうか、ドリンクホルダーにシャッターがついてるんや。やっぱ、この時代のやつは灰皿がね、完備と。いうことですね、はい。ちょっとナビは古そうですけど、これは変えれないんですよね。残念ながら。変えることは、まあできるんですけど、結構高額になります。20万から30万ぐらいかかります、ね。入っちゃうんですね。ここ、あ、はい、やっぱりここ、トレーになるやつね。そうです。ここにちゃんと ETC も完備ですね。はい。では結構やっぱ乗った感じ、車高が高いなと。いう、そんな印象がありますね、はい。ベンツマークが入ってるよ。これちょっと嬉しいな。サンルーフ。あ、これ引っ張るんですか？引っ張ってもらったら。わー。これそっか、ガラスがないタイプなんやな。そうです。では、ちょっと今、後部座席乗ります。あ、やっぱ車高がね、高いんで、結構乗り降りが大変かな。はい、お邪魔しますと。おお、あ、なんかアルパインのモニターがついとる。あと、後ろにも灰皿完備。うん、使ってませんね。昔のおじいちゃん家にある革のソファー的な、おじいちゃん的な感じがちょっと今醸し出してますね。応接間っぽいね、これ。当時のね、このいい革、すごい、こう、革の質としてはすごいいいの使ってるなという感じがしますね。わ、ここ見晴らしええわ。おお、すげえ開放感。わー、ははは。うわあ、あ、12ボルト電源がある。こんな見晴らしなんや。へえ。ちょっとガラスがブルーがかってるというか、そうですね、スモークがなんかちょっと若干こうブルーっぽいんですよね。わあ、憧れるなんか、なんやろ。なんやろ、ちょっと男心くすぐるね、これ。はい。なんか普通の車じゃないって感じがする。あ、スピーカーが。あんなところにも。はい、エンジンルーム行きます。V8。まあ中はね、まあもういじれない、触ってくれるなという感じですけど。そうです。あ、全然こういうベルト泣きとかもしてないですね。はい。なんかやっぱ状態は良さそう。ここが結構フラットなんやな。
ボンネット閉めるときは気をつけてください。ちょっと結構柔らかいんで。ほんまやな。ダンパー片方だけで支えてるんで。ああ、そっか、こっちだけで支えてるから、そうです、こう開けるときちょっと要注意やね。そうです。アルミじゃないです、鉄なんですけど、ちょっと薄くなってるんで、うん、気をつけた方がいいです。ほんまや。これで大丈夫。結構開くんやね。そうです、トランク全然開きます。冷蔵庫ぐらい。冷蔵庫ぐらい開く。これ、あ、へえ、こうなってるんや、下。本来くぼんでるんで、こう長いものを置くときに、これ使いにくいっていうので、うんうん、これをつけたっていう。本来ついてないんですけど。これもパターンと倒れる感じです。そうですね。わあ、すごい。広いわ、やっぱこう四角いから、スクエアやから、すごい中が広く感じる。1メーター、1メーター、1メーターはあるんで。もうゴルフバッグ山積みできるな。そうですね、人数分以上に入るかもしれないですね。いけるな。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。おお、こんな感じですね。もっとグッとグッといける。こうして信号当たるかな。当たらないか。こんぐらいいっちゃう。これで、うん、空撮みたいになんねん、これで。ああ、なるほど。これはすごいですね。今あの360度カメラで映しております。